せーの、下町上町中町です。始まりましたってことで、今日は何ですか？今日はカラオケで1万円企画ということで、カラオケ1万円企画、こちらパセラに来ております。はい、まあ、パセラはみんな知ってるよね。いや、私最近覚えたよ。嘘、最近覚えて、うん、デビューして、うん、なんかよく行くようになった。もう二十歳デビュー。二十歳デビューパセラはね、この食べ物がめちゃくちゃ美味しいんですよ、うん、なんでパセラで一気に食べ物をこれから頼んでいこうと思います。え、準備行ったことあるの？パセラもあるよ。さすがやっぱカラオケというより俺は飲みの場っていう感じで使ってたから。この個室じゃん、歌舞伎町って個室がないのよ、うん、基本的にバーとかも、うん、だからパセラでよく飲んでたね。そういうことだ。そういうことだ。そういうことだ。もうがっつりも食べたいの一気に頼んじゃって。あ、この間さ、トーバーといた時にさ、うん、食べまくったんだけどさ、うん、それで美味しかったやつどんどん頼んでていい？いや、マジいいよ。マジいいんだ。マジでいいよ。でも最近飲み物だけ一気に2個。無理。あ、なんだこいつ。なんだこいつ。ねえねえ、メモしてって。何円？あ、オッケー。790円。はい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 。俺ソロ版。なーりーはソロ版だから、ね、760円なーりー。うん。え、ローストビーフ丼とかいる？まあ、一回食べたいの一回入れて。黒毛和牛の肉寿司なり。だからいくらなりなの？790なり。790なり。トリアクタルタルなり。いくらなり？450なり。450円なり。え、でも安くない？安いよ。え、なんで計算してこないの？メモじゃねえし。マジで。マジで。そろばんしてたんだからさ、そんくらい暗記しなよ。暗記はしないよ。できないの？これで。フラッシュ暗算？うん。いや、まあ、できるよ、普通に。え、じゃあやってよ、やってよ。あやがこうメモしてくから。だるマジだるいね。今2000円からね。うん、いや、え、じゃあ2000円忘れていいよ、一旦で、見ないで。やばい、これどういう状況なの、これ。だから、どんだけできるか、そろばん習ってたわけじゃん。うん、習わせてもらってたのに近いのかな。近いっていうか、それでしたね。習わせられてた。お母さんが唯一俺らに自慢できるとこだった。そろばんできるわ。まあいいよ。じゃあ30秒ね。よーい、スタート。1、2とか、その数字がダメだわ。その数字は良くないから。終わった。わかった。頭の中にかせて。よーい、スタート。聞こえてる、聞こえてる。ね、はいはい。計算の時1、2とか来ると。せーの。はい、もうできません。難しい。マジ難しい。お前やってた意味なし。その前やってた。全然わかんない。お前さちっちゃい時さ、かっこつけてさ、ちょっとさ、エアーでこうやってやってたじゃん。キモあの時のお前。マジできない。注文に戻ります。今6000円。6090円。マジで意外といってんじゃん、めちゃめちゃ。え、で、あ、貸して。もう一個も選んでない。俺一個も選んでない、まだ。はい、ということで1万円とりあえず注文しました。はい、食べ物が来るまでちょっと待っていきます。はい、ということでやっと全部揃いました。これ1万円分です。もう爆食いしちゃおうか。爆食いモード開始。もう勝手にもうすぐさまいただきますので、しちゃいます。はい、お願いします。パセラだからね。くさ、もうこれくさ。パパ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 パセラ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 いただきます。うわ、最後キモキモいね。最後キモすぎてもう本当におえつした。うん、でももうね、いただきますもんなんでね、適当でいいんだよ。もうレパートリーなんてないんだから、とっくのと。わかんないよ、だってさ、流行る可能性だってあるかもしれないじゃん。いや、そんなん言ったら俺流行らせれるやつ作れるよ。じゃあ作れよ。いただきます。いただきマングース。うまい。パセラってね、多分料理ね、本当に美味しいよ。みんな順平は好きなタイプだ、これ。あ、そうだよね。うん、はい、サラダ終わり。ステーキ取って。よいしょ。あーざあーざあーざまんこ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 ちんこ。うわあああああああやばくない？まあ、いつちんこ来るかなっていう待ちだった俺は。いや、逆にね。なんだそれ。お腹すきすぎて適当に返してた。カラオケでお前何歌う？絶対これ歌うなって歌う。空船。ええー。トキオの？空船？全然いい歌なんだけど。空船を漕いで行けって。
夏メロ歌う。どこぐらいの夏メロ？少女時代とか。ああ。イーガールズとか。はい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 。ヌシの花とか、うん、シェネルとか、うわ懐かしいとか、ドラマの歌だってなるやつ。最近の歌は歌わないんだ、逆に。あんま歌わないかも。歌うけど、うん、なんかあんま盛り上がんないやん、最近の歌って、ね。まあ、最近の歌って確かに、なんか親身系だもんね。確かに。とか最近の歌でさ、ぶち上がる系の歌ってさ、エビデイ遊びしかないよね。それ以外なんかあんま聞かないかも。やばい、ちょっと今日俺ら腹減りすぎて超調子いいよ。ごちそうさまでした。早いよ。もう無理。あ、ちょっとこれ食べたかった。無理。お願い。無理。無理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 。一時だけピッ、やめた。ダメだ。これはダメだ。うろちゃる。うるるる。で、彩香を取ってさ、彩香。あ、待って。何今、キモすぎてさ、あのさ、あの心の中がキュッてなった。もう恋やん。お前恋してるやん、俺に。一緒。違う。やめて。本当に何。そういう目で見ないで。見ないで。普通に見ないでじゃん、お前。普通見ないで。顔見られたくない。終わりだわ。で、ハニトー取って。いや、早い早い、ハニトーは絶対。え、違う、甘いのやったら、またリセットされんない。そういう体なの。ハニトー、ハニトー。だったら、ハニトーこれ半分いけるよ、多分。全部いってくれ。これ全部はやばいでしょ。やばいでしょ。だって、普通のトマト4枚分ぐらい。やばいね。え、それ手で食べるのそれ。そうだよ。え、俺も食べてみていい？無理。無理まで。はい。嘘の渡し方じゃん。兄弟だからいいけど。うまー。それだ。うまー。だるくね。やば。うまー。マジうまい。でもね、やばいよね。うまい。学校の頃に出た揚げパンの進化版みたいなね、うん。学生時代の朝ごはんの味。それ人それぞれ違うわ。全然みんなに伝わってないわ。人それぞれ違うから。女の子と来てみ、なんかご飯終わりとかにさ、うん、ハニトーちょっと頼んで、なんかちょっとえカラオケ行かねみたいな、うんうん、カラオケ行かねっていうのは女子的に嬉しい。ちょっと何回か遊んだことあるぐらいのレベルの女の子をカラオケに誘うのって失礼なのかなと思っちゃう。その歌いたくないってで俺の歌ばっか聴かせてる意味わかんない。確かに。いやわかんない。え、あやはデートでさ、うん、カラオケとか誘われた時さ、高校生時代とか、うん、歌った？彼氏の前とかそういういい感じの人の、うん、歌った。一緒にデュエットとかすんの？え、けど恥ずかしくて嫌だった。そうやね、うん、恥ずかしいよねやっぱ、うん、であっちが歌ってる姿とかもカエル化現象多すぎてめっちゃ嫌だった。で、あっちがカッコつけて歌ってる姿とかも見たくなくて、やっぱね、高校時代ってね、カエル化現象誰でもあると思う。高校か中学、中学ひどかったや、はいはいはい。なんかその男の子の足の爪とか見て嫌だった。お前さ、足の足の親指の爪見て、形がなんかキモくて嫌だったことある。形とか爪になんか黒いの詰まってる。嫌だね。ああいうのね、ああいうのですごい嫌いになったりする。男はあんの逆に。いや、あるよ。え、カエル化ある？うん、あの足の小指の爪ちょっと長くてあのギラギザってなってなんかちょっと伸ばしすぎてギザギザってなってる。伸ばしすぎやんと思うし。あとは、まあこれは仕方ないのかもしれないけど、うん、背中の毛今も嫌だ。もちろん今も嫌だ。いやいや、いいんだけど、うん、別にいいんだよ、うん、全然いいんだけど、まあ嫌だよね。背中の毛がドリドリってある。あとは冷める瞬間、蚊に刺されたところをかきすぎて血入れちゃってる子嫌だったな。結構嫌だったね、それ。あやは、うん、体育の授業とかでカッコつけて、うん、転んでる人とか嫌だ。カッコつけて転んでる人いないだろ。それいないだろ、この体張ってるやつ。失敗の姿を見るのが嫌だった、男の人。あ、普段カッコつけてるやつがそうガチでこけちゃう。そうそう、うん、ガチでこけちゃってるか、うん、先生に若干怒られてるみたいな、うん、なんで嫌だった、そういう男の人。はい、うぇー、完食。じゃあ肉食べて。よしよしよし、めっちゃ調子いい。肉がさ、どんどん硬くなっちゃうから早く食べた方がいいよ。マジ思い出したわ。何？ジュキヤのことを好きになる夢見たんだよ。やばくない？私焦ったもん、普通に。え、でもあやもある。女の子好きになっちゃった夢見たとき、うん、あ、もうこれ終わったと思って。女の子とチューしちゃった夢見たのよ。その時、本当長年ずっと彼氏できなくて、うん、で、周りがどんどん彼氏できてって、うん、その女の子とキスしちゃって、うん、で、すぐその女の子に報告した。ごめん、キスしたって。夢でキスした、本当おめえ。いや、俺、なんかわかんないけど、うん、夢で寝てたの。うん、で、ジュキヤと手繋いでたの。うん、で、ね、寝て起きて、あれみたいな。ジュキヤと隣にいて、手繋いでて。終わったと思う。マジ終わったわと思って、ですぐ目覚めたの、うん、すぐ目覚めて、その目覚めてからが終わってた俺。え、何？待ってる。え、俺そっち
にみたいな。ほ、ほんとに焦って焦るよね、マジやばい。あ、俺、そういうこと、え、わかるわかる、マジわかる。彼女できないのって待って、そういうことみたいな。やっばと思ってインスタで俺の好きな可愛い子とかめっちゃ見てたの。でもやっぱ夢見立てって樹木が頭にあるの。やばいやばい、無理無理って起きたら全然嫌だった。マジ危ねえ、マジで危なかった。危ない。え、でも、あ、多分みんなもあるよね。いや、あやもね、絶対あると思う。それね、あの1ヶ月ぐらいネイモーツで結構やばい、自分本当にって疑いながら生きてく。いや、そんなことない。疑うんだよ、ちょっと。そんな疑っちゃうの、これはね。あのね、次の樹木パパ撮影の時とか、うん、樹木やのこと。そんなわけあるか。目線違うかも、ちょっと見方が。あるか、そんなこと。相当焦ったわ、ちなみに。絶対俺は違う、俺は違う、俺は違 う、 俺は違うって言い聞かせたもん。それどんどんさ、余計。そう、そう、俺は違う。でも、ずっと樹木が頭に。待って、やだやだ。無理無理無理。しかも、なんで樹木やだ。無理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 って。でも今、全くそういうのないから。別にね、ダメなことじゃないじゃん。うん、別に男を好きになるとか。まあ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 。けど。けど、さすがに樹木はやばい。さすがに樹木はやばいし、やばいやばい、俺がやばい。俺が男好きってなってくるとだいぶ変わった、話変わってくるから。でもめっちゃ女の子好きだから大丈夫だと思う。コラボとかさ、一気に誘われたくなるんじゃない。思わずめっちゃ思わせたくないから、スカイピースとかもさ、なるべく綾の方に寄ってるみたいな。仲町兄弟、最近脱毛いけてなすぎてやばい。生えてきた、見して。え、どこどこどこ。え、ここ、そこはもう、もじゃりんげ。いやもじゃりんげ、普通もじゃりんげでしょ。やばっ、単発もじゃりんげになっちゃった。全然伸びないこんな感じ、ほんとにこんな感じ。しかもさ、これさ、いや、血芸見せて、血芸。え、血芸はないって。嘘、見せて。うんこ拭いた感じ、全然。いや、見せて。血芸は結構除去できてるんじゃないかな。どう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 、入ってないでしょ。めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってる。いや、まだ鼻が見えてない、自分。鏡の鼻じゃない、自分見れるんじゃない。確かに。え、待って、俺ケツの穴とかあんま自分で見たことないんだけど。映ってないよね。あ、ほんとだ。あ、でも、でもまだじゃない。全然まだまだじゃない。全然まだ単発やん。全然ほら、もうすぐすぐすぐなくなります。前までもっと本当出てきて。やばいね、脱毛何回か、俺3回行ってんのかな、VIO は。で、3回行ってからもう今5ヶ月ぐらい行けてないんだけど、そしたらね、やっぱ生えてきちゃうのよ、どうしても脱毛続けないと。けど全然長さが増えない、本当に短い。でもさ、なんか天使の羽みたいになってた。ケツの穴があって、ここはあの、そう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 、天使ぞりしてるから。仲間ち兄弟、純平って結婚できんのかね。いや、するよ。だってマジでただちょっとブスなんだけど。普通に考えてめちゃめちゃ性格いいし、なんか変な変わってる人とかじゃないもん、俺自分で思うけど。俺って別に全く変わってないじゃん。いや、まあ、気づいてないしよ。性格は変わってないけど、恋愛の仕方が変わってるからできないんだよ。え、どういうこと。ほら、もうめっちゃ真剣でした。すいません、プライベートで聞いてます。だから、純平の性格は確かに別に、まあ、変わってるとか変なとかないけど、うん、恋愛の仕方が変わってるからできないんだよ、それ。どういう意味、恋愛の仕方って。だから例えば、可愛いだけで言ったりとか、中身ちょっと知ったらこんな感じだったとかでちょっと嫌いになったりとかするじゃん、うんうん、そのせいでできない。だから全部自分のせい、自分のせいと顔のせい。自分のせいと顔のせいって。自分のせいに顔含まれてる。含まれてるから顔言わなくてもいい。失礼だから。でも俺自分で思うんだけど、俺の顔ってさ、中の下だよね。え、下の上、中の下じゃない。いや、下の、下の中、中、めっちゃブス。めっちゃブスやだる。プリンも食べちゃったよって。え、すごっ、お前やば。マジ底力見せてる、俺。真剣モードじゃん。あとはケツ毛なくすだけだね。ケツ毛ってケツの中毛ね。あの、みんなケツ毛ってこいつ言うとだから表現は悪いけど、表面はもうサラサラのサラサラフィーみたいな、サラサラのサラサラフィーなんだけど。サラサラフィーじゃない、サラサラのサラサラフィー。あれだっけ。でしょでしょでしょ。違う違う、サラサラのサララフィーだ。サラッサラーのサララッフィー、サラッサラーのサララッフィーでしょ。うん、待ってでしょ。違うよ、ジュベ、サラッサラーのサラサラフィーって言ってたんだよ。サラッサラーのサラサラフィーじゃなくて、サラッサラーのサララッフィー。サラッサラーのサラ、サラ
サラッサラーのサラララフィーか。サラララフィーだって、サラッサラーのサララフィー。なんつってる、もうお前聞こえないもん、もうもはや。サラッサラーのサラララフィーでしょ。ララフィーじゃない。え、サラッサラーのサラサラフィー。そう、サラッサラーのサラサラフィー。じゃあこれハマろう。せーの、てサラッサラーの、なんで、ね、もうこいつ言う、あ、もうそういう声だいたい、そのわもうわっと、わっとサラッサラーって最後まで言わないもんね。わっわっサラッサラーもうそうだから大体ミュージシャンは、はい、わっわっわっサラッサラーのサラッサラーってなに、なに、まあ最初だけさ、じゃあうさぐろーじゃない、いや、どっちパート、どっちパート行く、はい、行け、出してあると、あると出して、出してサラッサラ…え、普通の声ってこと？いや、俺は普通の声がいいね。うん、サラッサラーのサラサラフィー、サラッサラーのサラバラフィー、いくよ、もう何何首前にあるの、いや、痛いかったから、みんなもうちょ、もう笑いすぎ、笑いすぎな、もう早くハモりたくて仕方ないよ、ハモりてぇ、サラッサラーのサラサラフィー、え、サラサラ…違うよ、サラララフィーって言ってたよ今、サラサラフィーって言ってました、じゃあ、おちょっと早く来て、ワン、ツー、ワン、ツー、言っちゃってる、言っちゃってる、最後まで、最後まで触ってるって、マイク入っちゃうからワン、ツー、ワン、サラサラのサラサラフィー、ありがとうございました、ご清聴ありがとうございました、うんこしてきていい、どうぞ中持ちディアス、せーの、ごちそうさまでした、ということで最後はこの1曲で終わらせていただきます、キモ、はいはい、お前超風邪きたんですよ、なな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 、いきなり出てきてごめん、それでは歌わせていただきます、3月9日流れる季節の真ん中でふと日の長さを感じます、せわしく過ぎる日々の中に私とあなたで夢を描く、3月の風に思いを乗せて桜のつぼみは春へと続きます、あ、ソプラノモードで立った方がいいやん、うん、え、裏声の方がいいの、いや、まあまあ、高くない、まだよ、溢れ出す光の粒が少しずつ朝を温めます、大きなあくびをした後に少し照れてるあなたの横で新たな世界の入り口に立ち、気づいたことは一人じゃないってこと、瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいる、どれほど強くなれたでしょう、あなたにとって私もそうでありたい、一緒だろ、一緒だろお前、なんでなんでなんで、ハモれよ、なんでだ、あれ真剣に歌ってんだけど、真剣な、え、これ俺だね、砂ぼこり運ぶつむじ風、洗濯物に絡まりますが昼前の空の白い月はなんだか綺麗で見とれました、うまくはいかぬこともあるけれど天を仰げばそれさえ小さくて青い空は
羊雲は静かに揺れる。花咲く真夏喜びを。わかっちゃう。それあれば、それは知ら。全然思ってないわ。どっちが間違ってんの？俺。何で、ね、そこへんで。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることでどれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたい。絶対思ってない。全然ハモってないですこの歌。ちょっとすいません、これがラストの曲って言ったんですけど、ラストじゃありません。ハモれる曲ないの？なんかお前が合唱とかで歌った旅立ちです。すいません皆さん、これが僕たちのラストソングになります。それでは聴いてください。せーの、ここもハモる。それでは聴いてください。せーの、旅立ちの日に頑張ろう頑張ろう。え、ソプラノアルト、わかんない、男、男。白い光の中に山並みは燃えて、雪を翼に込めて希望の風に乗り、夢を託して。ね、とてもちょっと真剣モードにしよう。懐かしい友の声託して、タンタタンタン、今別れの時、飛び立とう未来信じて、この広いおお信じて、この広いおお空に。ありがとうございました。あとまた。I'm not gonna lie, daughter has fun on Yagi, her brain fried. My lady poppin' Zenny, other lady poppin' Molly, why she waiting on me? Yogi my area, Yogi my area. お腹いっぱいチャンネルのよいちょまる。チャラ？終わり方チャラ。